弥生は日本で今一番熱い男が特別授業を行います大人の学校。大人の学校 講師を務めさせていただきます百獣の武井壮でございますよろしくお願いします <laughs> 武井壮陸上十種競技の元日本チャンピオン今年8月に行われた35歳以上の国際大会に出場し100メートルリレーで優勝するなど地上最強の百獣の王を目指しさまざまな挑戦をし続ける男 なんだかあの最近あの世の中を見ていますとですねなんかあの大人と子供がちょっと逆転してんじゃないかなみたいなちはなんか自分の好きなことをあの楽しくやってでもなんか大人たちはなんかお仕事を我慢して頑張ってたりとか何か世の中つまんないななんて言ってたりみたいなこれってちょっとなんか僕はおかしいんじゃないかななんてちょっと思ってるんですけども。 あの今回の僕のお話のテーマなんですけども「大人の育て方」なんていうちょっと何つったんですかねちょっと偉そうなタイトルになっちゃってるんですけどもどうやって生きていくのが大人のあるべき姿なのかなみたいなことをあの最近芸能界にこう来させていただいてあの考えることが多くなったんでその辺りをほんの少しだけ今日は皆さんと一緒にお話していけたら嬉しいななと思ってるんですけども僕はあの今もう42歳でですねあの今日も短パン履いてるんですけども。<laughs> ままだまだちょっと大人になりきれてないなって思う部分がすごくたくさんあるんですけどあの動物の倒し方喋ってたりとかねあのジャングル行ってサバイバルやってたりとか,なんかすごい子供っぽいことをお仕事にさせてもらってるんですけどもあの今させてもらってる仕事はすごくどれも僕の大好きなことでですね今最高の毎日を過ごしてるんですけども僕の幼少期のお話をちょっとさせていただきますとですね家族と縁がない家庭に育ったもんであのまず母親がいなくて。 であの父親いたんですけどもちょっとあのワイルドな父親でですね他に家庭を持ってまして <laughs> 兄と2人兄弟だったんですけどなかなか一緒に住むことができなくてですねあの子供の頃から子供だけで暮らしてたんですね。であの僕らはあの子供の頃なんとかして学校行かなきゃいけないとか毎日学校行くのにこう洗濯炊事とか全部自分たちでやんなきゃいけないっていうことでそれが当たり前の育ちだったんで当時は大してあの。 しんどいなとか、まあ、そんなには感じなかったんですけど、なんで他の家にはお父さんお母さんいるの、うちにはいないのみたいなぐらいは感じてたんですよ。だけど、あの学校も行きたかったし、なかあのスポーツもやりたかったし。なんか頑張って学校に行きたいってことで、僕はあの学費がなかったんで、お金がなかったから。あの私立の学校に入って、あの成績が一番だと。あの学費も入学金も全部免除だよっていう学校があったんで、そこ探して入って。六年間全部、ただに。 することができたんですねでもその時って別に僕は勉強ができたわけでもしたかったわけでも何でもなくてもうやらなきゃ学校に行けないっていう状況だったんですよだからあのしょうがないから授業を真剣に一番前の席で受けてとりあえず教科書一学期目にもらったら全部先に読んじゃうっていうね向上心があったわけでも向上心があったわけでも何でもなくてそれをしないと学校に行けないっていう強制だったんですねまあ社会人の人が 会社に行かなななきゃいけないいけみたいな毎日会社に朝から晩まで行かなきゃいけないみたいなのと、まあ、同じようなあの感覚で子どもの頃僕過ごしてたんじゃないかなと思うんですけど今はねこう芸能生活させていただいて収入とかもかなりねちょっといやらしい話ですけどもあのかななり大人になってきましたアスリート時代あの陸上とか僕日本チャンピオンとかなってるんですけどもうぶっちゃけあの収入なんかもう100万あるかないかとか多い年で2百何十万とか。 そんんんんなもんだっっったでですけど今ちょっと2桁ぐらい上がってるすよねなんかねすげえすいませんねなんかねドン引きしちゃう方もいらっしゃるかもしれないけど <laughs> 僕はスポーツでもう生きていこうとあのその身体能力とかあのなんかそういったことで自分は社会から逃げ切ってやろうと思った時期があったんですねそれが大体小学校5年生まあ4年生から5年生ぐらいの時だったんですけど。 ただねやっぱり日本の社会って意外と厳しくてそういったあの遊びみたいなこととかスポーツみたいなことであの人生をやっていこうっていうとそんな甘かないよっていうのが大半の見方なんですよ。でほとんどの人が失敗しますしあの大学ぐらいまですげえスポーツやるんですけどなかなかうまくいかないみたいな現状が、まあ、スポーツ界の現状でございましてでも失敗したくないわけですよ。こんなにに子供の時に あの好きでもない勉強頑張って一生懸命トップ立ってやってんだから大人になったら大好きなことだけで生きていきたいっていう欲がすごい強かったんでなんとか成功してやろうと思ってちょっと僕のスポーツのねトレーニング理論みたいなのをちょっと皆さんにあのお聞きいただきたいなと思うんですけど例えばねあのスポーツする例えばしたいと思ってる一人の子供がいてこの中のこの線の長さっていうのは基本的に。 同じだだと思ってください例えばね1年トレーニングしてあの能力が伸びた例えば筋力が強くなったとかそういったことが起きた時はこの線が大きくなっていくと思ってくださいね。でもそうじゃない場合あの例えば野球をやりますで野球の練習を猛烈にしますとバッティング練習バキバキこう何千球も打って素振りしてそのバッティングの能力を高めたとします。したたたらそそののの状態っっっっててこここ同じ子ががやううううなな場合どうなるかって言ったらこの丸いい能力がこう縦にこういうふうに こうやって伸びるんですね一つの業界で何か頑張るってことはそれを縦にすごいとんがりをこう高くして伸ばしていくことなんですねで、この高く伸びた状態がすごい技術の高いアスリートってことなんですよわかりますで陸上選手とかもそうですけど1 0 0トル10秒0で走れるなんて人はもうほとんどこれがもう線みたいになってもうわってもうほとんど横幅がないようなこんな状態でもとんがりができちゃってるとだけども この状態って自分の能力がこの内側なんで隣行ったらもうド素人なんですよわかりますだから多くのアスリートとか学生さんたちがすごい一生懸命スポーツを10年間頑張ったんだけど大学卒業するときにその先お金をもらってプロとしてスポーツ選手として活動することがほとんどの選手ができないっていうのが現状なんですよ本当にギャンブルなんですよ 自分なりにそれから脱却するためにどんなトレーニングしたいのか、なんて色々考えたんですよ。でもそこに至るにはちょっといろこう道のりがあってですね。まず、最初にあの僕はあのこれ、皆さんテレビで聞いたこともあるかもしれませんけど、僕はあの小学校5年生の時にあの校庭で友達と野球やってて、あれと前座席ホームラン打ちたいのに打てね。えやって思った時があったんですよ。これはすげえ不思議だなと思ったんですよ。 これ理由わかる人います？これこお水あるんですけどこれを開けて飲みたいなと思って飲めなかったこと一度もないんですよ。わかります？これこれ今飲もうな飲みたいなと思ってあーっていうのないですよ。あーとかないですよ。無理だーみたいな,のないですよ。本当にこれはいつでも口に入れて飲めた。でも不思議じゃないですか。同じことなんですよ。 自分の頭の頭中で飲みたい、何々したいって思ってこれはできるのになんでホームラン打ちたいはできないんだろうっていうのがもう不思議でしょうがなくて先生から体育の先生から体育大のお兄さんから全員大人に聞きまくったんですよ。なんでこれ打てないんですかって,ってそしたら誰も答えが分かんないんですよ。いやプロ野球選手だって打てないんだからそんなトップクラスの人だって打てないんだからそれはもうそういうものなんだよって言っちゃうわけですよ。 でななじゃあ偶然なのって聞くんですよホームランっていや偶然って言うとそれに向けてすごい練習してその能力を伸ばしたら打てる確率がちょっと上がるんだよねなんていう答えなんですよそんな偶然でしかうまくいかないものにこれから先10年かけなきゃいけないっていうのがすごい心もとなかったんですね じゃあ何したたらいいいかかかかってて考えたんだけどなかなか思いつかな思つくてそんな時にうちのちょっとワイルドな父ちゃんがあの当時ね俺が小学校にもう三十何年前ですけどビデオカメラが発売され出したんですねこう VHS のこんなでかいやつそれを買って俺の家にこう持ってきたんですよで,で俺がキャッチボールしてんのとかこう取り出したら全然違うことやってたんですよ俺その時西武ラウンズのファンだったんで西武ラウンズのピッチャーの真似して投げてたのにフォームが全然違うわけですわそれでなるほどと。 俺が何々したいと思ってできるのは目に見えてるものを自分の体のとかに運ぶことだけしかないんだと見て触ることしかないんだと例えば投げるってったらもう手は見えてないわけですよボール持ってる手はでここはもう思った通りじゃないんだと自分の視界から外れたところとか、まあ、足なんか特にそうですけど普段足見てこう行動する人いないじゃないですか野球やる時にこう足見て打ってるやついないし球見て投げる人いないじゃないですかこうやって分かります それが原因だったんですね俺は頭の中で思った通りに動いてるつもりなだけで思った通り動いてなかったわけですよ。ああとこのまんまスポーツやってたらまさにさっきの棒の状態になっちゃうと。で僕の能力はそんなもんだったんでまず先に何しようと思ってかって言ったら自分の体を思った通りに動かせる練習してからスポーツやろうと思ったんですね。まっすぐ横に 腕をこう上げましょうって言った時に最初こうやってやってみたら上に上がっちゃったんですこうやって肩よりも手が高いところにパッて上げたらうわーと思ってまっすぐだと思ってんのに上に上がってると見えてないところは腕をまっっすすぐ上げることもでできなない俺んんだと思ったんですよそこからもう毎日ですよいろんな角度にこう真上もそう真横もそうですけど全部つながってて体のことって例えば真横っていうのが分かってくるとこう真横はコツはなんですけど この中指の指先を一番肩から遠くにしようとすると真ん中になりやすいっていう遠いところに上げる時っていうのは意外と平行だったりするんですね肩から。でその感覚があるとまっすぐよりちょっと上とちょっと下も分かるんですよ。分かりますで自分の体がだいたいその辺にある感覚をゼロの時より明らかにはっきり分かるようになってくるんですよ。 それを僕全部の関節でいろいろこうだんだんやってってまず写真とかを見るとその自分の体をその形にする能力だけは他のどの選手よりも1ヶ月もやりゃ絶対能力が高くなるんですね大体のことなんてそうなんですけど自分たちが今全く知らないことをぶっちゃけ1ヶ月本気になって全部調べたら自分の周りの人間より大体のことは全部一番詳しくなりますから。 で実際にあの僕自身あの武井壮なんですけども大学時代に出会った陸上競技で僕はこういう能力をこうだんだん高めていっていろんな勉強をして大体2年半ぐらいで陸上の女子競技っていう競技の、まあ、日本チャンピオンになれたんですけど日本チャンピオンに今度なってみたら陸上の女子競技なんてほとんどの人知らないでしょ。樹脂競技知ってる人いいいますすほとんどいないんどなですよでよも自分は すすごい価値ののあるものだと思ってたんですね日本選手権という大会で格式があって80何回行われててそれで勝つと日本一チャンピオン日本の王者と呼ばれるようになるとその業界でただ一歩外出てみたら誰もお前らのやってたことなんか知らねえよっていうのが現状だったんですよ。でそれでお金を稼ぐとか経済価値を生むっていうことが全くできなかったんんでですすすねおちちょょっっっっっとととと待ててくれとやってもうたと思った思よでそこからちょっとずつ勉強するんですね。 あの世の中で何か価値のあるものっていうのはどういうものなんだろうとでゴルフ行ったんですけどもあのゴルフまあ1年ぐらいですぐパワープレーぐらいで回るようになっていや俺才能あるなとこんま,ま飯食ってけんじゃないかなと思ったけどパワープレーで回るやつなんて150万人か200万人ぐらいでするこの世の中に。でさらにその上にごっそりプロの選手たちがいてみたいな。いやここれこのままプロななっても飯食えんなとか そんな時期をもう散々過ごしてですね、まあ、もう30歳ぐらいになっっちゃったんですねそんな頃にちょっとあの衝撃的な出来事がありまして僕はあの皆さんご存知かもしれませんけど僕は8年間家がなかったと、まあ、31歳から39歳まで家がなかったんですけどもその理由がありまして僕はあのそんなもがいてた時期にあ,のある芸能人の方、まあ、芸人さんですよねと出会って一緒にこうご飯食べさせてもらって野球を一緒にやったりとかするようになり始めたんですよ。 でそこからいろんな芸能界のこう人脈が広がっていってですね、だんだんとあのいろんなものが見えてきて、その人たちにくっついていくと、ああなんとかさんだってちょっと笑顔になるんですね。その人たちがテーブルついて話し出すと、みんなうわーって笑い出したりとか、もう笑顔になったするわけですよ。もうこれが俺衝撃的でですね、この人たちは俺が欲しいもの持ってると、魔法使いじゃないですかと。<laughs> その頃あの歌手の森山直太郎君とかあのピエール・タキさんとかいろんな人に出会ってるんですけどもその人たちも本当にライブ行ったら歌うだけでみんな5,000人1万人がプワーって泣いたり喜んだりしだすわけですよ。ああとなるほどと俺になくてこの人たちのあるものはこれなんだなっていうのにこうちょっとずつ気づき始めるんですよね物事っっっってて何が価値を生むかって言ったらやっぱりもうこれなんですよね。 こうもう簡単ですがもう,もうこれなんですよねもう人が求めるもう数だけなんですよスポーツの僕のクオリティってあの自分で言うのもなんですけどある程度高いものだと思うんです各分野に行ったら日本一を取れる能力もありましたしクオリティ自体はすごく高いものがあるんですけども 価値がないとなぜならそれを人が求めている数がすごい少なかったからなんですね例えば世界で最高品質の何か商品を一個作りましたと明らかに地球上で最高の品質のものなんですだけれども誰にも告知してないんで一つも売れてませんこれって社会的価値ありますかないですよねでも世界で十番目ぐらいのものなんだけども 世界中の人が使ってて、世界中の人が欲しがってて、一年に10億個売れます。これってすごい経済価値を生みますよね。それが多分僕社会的な価値だと思うんですね。であの陸上競技見てみましょうか。陸上競技って世界中で誰もが知ってるメジャースポーツなんですよ。だけど日本の陸上競技ってどうなってるかっていうと、例えば陸上競技100メートル、200メートル、400メートルとかいろんな種目があって、大体 25種目あるとしかもこれが女子もあるから25あったら50種目あるわけですで日本選手権大体日本で50人ぐらいはこの大会に出場するわけで1種目で50人がこの50種目に出てるってことは2500人いるわけです日本最高峰の大会に出場する選手が2500人いるってことなんですねで国立競技場ねついこの間あの取り壊しになった国立競技場あれ満席で 五いい万人ぐ入るって言われてるんですけど大体、まあ、いい5万人入ればどんなスタジアムでも満席じゃないですか。でこれ2500人が5万人を産むには1人の選手が20人たった20人に産めば5万人が満席になるんですよ。でも陸上の日本選手権は満席になってるの俺は見たことないです一度も。2500人の その道のトップの選手たちが争う年に1回しかない大会を見に行きたいと思って足を運ぶ人がぶっちゃけ1万人いるかいないかなんですよ。ってことはこれ以下の価値ってことなんです一人一人の選手の価値って。一人人に対してててぐらいいも埋めてななってことなんですよこれが今のスポーツ界の現状です。 最近、ね、僕すごく違和感があるんですあのスポーツ界に関してジュニアの教育しましょうって言うじゃないですかジュニア育成しましょうって確かにジュニア育成を始めて日本のスポーツのレベルは上がったと思います平均的にでトップ選手みたいな錦織圭君みたいな子だったりとか、まあ、石川遼君みたいな子だったりとか松山英樹みたいな子だったりとかいろんなトップ選手大谷選手みたいないろんなトップ選手生まれましたけどそうじゃない選手が輪をかけてさらに増えてるわけですね。 成功してない選手っていうのがなんで成功しないかって言ったら誰も見たくないからなんです。ですほとんどのスポーツがプロになれない理由はここなんですよお客さんを呼べないでももしこの選手たちが1人100人呼べたら25万人見に行きたいと思ってるってことになるわけですよそしたら5万人入るスタジアムのチケットは即日完売ですよ。僕はもうここれを増やすことがあの 価値だと思うんですけれどもでもそういったことを全く分からない子どものうちに自分の親として携わってきたスポーツだったり自分の好きなものだったりを子どもにやらせて子どもは大人になったら自分のやってるこのスポーツがどういうものになるのか自分がその社会的価値を埋めるのかどうかも分からない波の中にボーンと掘り出されて。 でしかも自分の思った通りに動かない体を使って毎日うまくいくかどうかわからない確率でスポーツをやってトップになれるかどうかを競わなきゃいけないわけです僕はこの今のスポーツのジュニア育成の形っていうのは中途半端なアスリート育てちゃうような現実だと思うんですねこれってすごくもったいないなと僕は思うわけですまあもし僕が親だったらまずまあ小学校ぐらいはしっかり中学校ぐらいまで義務教育生かしてで高校ぐらいから インドですねこれもインドは <laughs> 俺インド行かせますインドってて本当数学がすすごい発達してるんですよ、まあ、シンプルな考え方であのもうなんかパソコンとかを扱うのにこう必要な日進法とかそういったものがもうふんだんに取り込まれた数学の教育を行っててしかもあの英語とまあ,あのヒンディーですねこれがあの2つ共通言語ねあの になっててましてアメリカのシリコンバレーとか行くともうエンジニアさんんととかほとんどインド人だったりすするんですよインド結構これからこうそういう競争率上がるんじゃないかななんてだからこの辺の教育を若いうちに受けさせておきたいなとでパソコン使ってなんか自分でこうビジネス始められるぐらいの能力はちょっと高校卒業するぐらいまで身につけてほしいななんてでここでまあスポーツもなんとかやらしておきたいその僕が教え込んだ能力でそしたらこうクリケット始めようと思ったんですよ。<laughs> 皆さんすごいお笑いになられますけどクリケットのことご存知ですかクリケット世界で2番目に競技人口の多いスポーツなんですよ1番目がサッカーですで2番目がクリケットなんですよでクリケットで一番稼ぐ人の年俸ご存知の方います大体おいくらぐらいだと思いますプロ野球の選手でトップ選手大体5億とかでしょクリケットのトップ選手いくら稼ぐかご存知ですか ?1 億。 27億そんなこと知らないでしょプロ野球選手の比じゃないんですよで、なんでかって言ったらまあ単純な話ですけどインドの人口12億いるんですよ日本の10倍です約で、まあまあ当たり前のことですけど人口が多ければ企業が投資する価値があるってことなんですで、クリケットはもうインドではも国技みたいになっててもう空港とか降りるとインド降りるともう街中のビジョン全部クリケット放送してるんですよ でクリケットの選手は本当にインドの人誰でも知ってるっていう。クリケットのチャンピオンシップがもうインド人ほとんど見る。あの視聴率が80%超えるんですよ。でそれをしかも丸2日とかやったりするんですよ。試合終わんないんであれ。それをずっと企業はそこに協賛して、自分の企業の名前が競技場の端っこにずっと流れてるのをもう国民的に12億人がうわーっといるところにこう PR できるわけですよ。広告の効果が抜群に高いと。 でもこんなことを全く勉強しないでしょスポーツ始める前ってでももしですよ、大人の我々がこういうことをきちんと分かっててあのこういうスポーツをやるなって言ってんじゃないんです可能性の問題で子供の10年間をギャンブルにしないために思った通りごく体の使い方を教えてあげることだったりとか あと自分のスポーツがどういう経済的な価値社会的な価値を持ってるかっていうことだったりとかそんなことを時時間でも3時間でででもも研究した親がいいますすかとうことなんです自分の体の動かし方を知ってそのスポーツの価値を知って将来このスポーツでこの立場に行けばこんな社会的価値が手に入るっていうことをもし大人が教えてあげられてそれを子どもと共有できたらそれが本当の僕はジュニア教育だと思うんですね。 あの僕本当にさっきも言いましたけどエンターテイナーの方に出会ってその人たちが出会う人出会う人を笑顔にしていくのを見てこういうことだなと人が求めてるってこういうことなんじゃないかなと思ってそこから僕は自分が成功したいって思ってただけでやってたスポーツを変えてみたんです。あの世の中の中人人が僕を彼らみみたたいいいににに楽しし見ててくれる人になれるないかななかって思い出したんですよね そこからいろんなこと変わってて、きまして僕はあの本当に自分がチャンピオンになりたい成功したいお金持ちになりたい強くなりたいって思いでトレーニングして試合に出てましたけどそれも自分のたためだったんですね。自分が有名になるためそうじゃないとこの人たちの価値は自分が芸能人としていることじゃなくていることで周りの人が笑顔になったり元気になったりしてることはこの人の価値だと思ったわけですよその人たちのライブだったりとかを見ていくうちに。だかから人ののの価価値値と商品っていうのは、 そのクオリティじゃないんですよねスポーツのクオリティでもなければ商品のクオリティでもなければトークの面白さだけでもないんですよ。それれを見て喜んでくれる人の数だっていうことに30歳ぐらいの時に気づいてその活動を始めたんですね。でも僕には人を楽しませるトークの術も何も何なかったんですよだからその日から家を借りるのをやめて西麻布に行き芸人さんたちの集まるバーに行って自分の洋服とかカバンに全部 IC レコーダーを仕込んで。 皆さんがトークしてわーって笑いが起きてるところを全部編集してつないだ CD を車の中で流して一人でずっと聴いてたんですよ。8年かかったですね。8年ずっとその人たちのおしゃべりの声の感じと間を全部真似して車の中で一言たがわずしゃべれるようになってたりしてたんですね。そうしたら まあ今年あの世界マスターズ陸上っていうね40歳以上のおじさんたちが一番速い足速い人を決めるみたいな大会で今年金メダル取らせていただいてあの大した記録でもないし現役選手の方が全然タイム速いタイムで走るにもかかわらず僕の優勝決まったフランス時間のその1時間後には日本のヤフーニュースのトップになってたんですよ。ここれっっててて本当に僕はありがたいととだなと思ってて だ僕が今持ってる価値とか僕が頂い,いてる収入とかそんなものなんてのは自分のクオリティで手に入れたものじゃなくて明らかに僕に僕皆さんんがつけててくれてるものだと思うんですねどんな仕事してもどんな趣味持ってもどんな希望を持っててどんな夢があってもそれを誰かが必要としてなかったら僕は価値がないと思います。それは30歳ぐらいの時までに 日本一のクオリティを保っているのにもかかわらず、1円も稼げなかった僕が一番感じたことであり、真実じゃないかなと思うんですね。だから、できる限り、あのアスリート、若いアスリートたちには、僕みたいなタレントのことを羨ましいと思ってほしいんです。なんであの人、記録も大したことないのに、あんなにいろんな人に応援してもらって、たくさんのお給料もらって、自分の好きなスポーツを自分のお仕事にできてるんだろうと。 こ20人にも満たなかった自分のチャンピオンとしての能力が今は皆さんのおかげで何何百万何千万千っっってててものになないるってことなんですね僕こういうこと全然知らなかったですスポーツやる時も始める時もチャンピオンになった時もでも大人になってからどんどんいろんなことを勉強してお仕事たくさん頂い,いてて本当に朝から晩までお仕事が詰まってるんですけどそれでも必ず終わった後に1時間トレーニングをする。 で自分が今持ってない能力を少しでも磨いて昨日日のの僕僕よより今日の僕が成長してあげるるうにするそれと今僕が全く知らないこと例えばニュースで初めて聞いたニュースそれを1時間必ず勉強するっていう調べるっていうことをこの2時間だけどんなに遅くて間がなくても必ず自分にプレゼントしてあげるようにしてるんですね。ぜひねあの私竹井壮一番子供ですし 一度も就職したことはありませんしどうしようもない子供ですけれどももしかしたらこの子供のまんまずっと大人な社会を歩いていけるんじゃないかななんていう幸せを感じておりますよ。ぜひ皆さんにも、あのー、1日10分でも20分でも30分でもいいんで今自分の持ってない知識だったり自分の持ってない能力だったりをより伸ばして。 今もし密かに持ってる夢とかがあったらそれを大人になっても絶対に叶うよっていうのをあのメッセージとして送りたくて今芸能界で僕スポーツをやってますんで子どもたちがより無邪気に子ども時代を過ごしていや大人になってもうちのお父さんみたいに1日1時間使って夢が叶うんだから1個ぐらいスポーツ失敗したって1個ぐらい勉強失敗したって受験失敗したって就職活動失敗したっていつまでたっても夢を見れるよと。 まあ俺の見とけとけ俺は毎日自分の時間使って夢叶えてくからとおしかなったとほら見ろよって言える大人に一緒になんか成長していけないかなというそれがあの本来の子供と大人の関係じゃないかなとそれが大人の育て方なんじゃないかなって今の僕が感じる全てでございました、えー、武井壮の「大人の学校大人の育て方」講義をこれにて終了させていただきます本日はご清聴ありがとうございました